目黒区にある自律神経専門治療院原町接骨院院長久松です。今回もですね、皆様の、健康に役立つ動画をご紹介できたらいいかなと思っております。今回の動画はですね、ご自分でセルフで簡単に体温を上げる方法というのをお教えします。それはどういうことをやるか、自分の手にチョップをするんですよ。チョップとこういうね、派手なチョップではないです。自分の手の部分にお互いにチョップをしちゃう。こういう感じ、こういう感じ。だいたい1秒間に3回ぐらいのリズムで、これを1、2分やってみてください。で、この時にリラックスしながらね、やるといいです。ホンホンホンって強くやるんじゃなくて、もうリラックスがパパパパパパーンっていう感じで。やってる間なんか落ち着いてくる感じが出てきます。そして体が温まる感じが。これ今1分ぐらいでいいかな。1分ぐらいやってみてください。これをやることによって体温が上がってきます。ぜひ試してみてください。そしてこれをご覧になっているあなたがもし病院で原因不明と言われた、もしくは自律神経失調症、自律神経の乱れと言われた症状でお困りの場合、下の説明の部分にある当院の URL をクリックしてご覧になってみてください。必ずあなたの力になれるでしょう。よろしくお願いします。